はい、どうもこんにちは、ボボてっぺいです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いいたします。今回はね、いつも私を窮地から救ってくれているこの川に来ております。はい、さあね、やっていきたいと思います。いやーね、ほんと厳しくてね、なんとか一匹絞り出すといった、そういった形のね、釣りがずっとね続いておりますけども、いや、ほんともうそれがリアルでございます。はい、ということでね、やっぱりテクトロです。ちょっとね、雨でだいぶちょっと水質がクリアアップした感じしますね。水が入れ替わったといいますか。ですので、入れ替わった水を嫌がるのか喜ぶのかってところですよね。やはりさあ、ね、ここすごい引っかかるよねってところは念入りにやっていきます。で、ワームはね、ドライブクローラー、使ってましたけど、たまにはね MPS で釣りたいなということで MPS でやってます。 MPS で、クワセっていうカラーを使ってます。このテクトロもですね、相当奥が深いですね。引っ掛けすぎてもね、見やかったらね、そこのポイントは潰れちゃうん でかといってですね、基本超絶ハイプレッシャーなんで、オフセットフックだとねかからないってことが多いんですよね。ですので、僕も基本的にはシングルのマス針でちょんがけで、まあ、いろんなワームを駆使してね、こういうテクトロをやっていくわけなんですけど、本当はねキャスティングでね、ピュッて投げてね、本当は釣りたいんですよ。本当はピュッと投げて、ね、釣りたいですけど、いや特に今年はね、なんかピュッと投げて釣れないなっていう相当丁寧に探らないと、ちょっとバスからの反応をですねもらえないんですよね。なぜかよくわからないですけど、特に今年はやっぱ視聴者さんもね、ちょっとおかしいってねことをね、やっぱりおっしゃられてるんで、やっぱりおかしいんだと思います。やっぱりね、さあ、念入りに丁寧にここのストレッチをシェイクシェイクで、今度 MPS からね、やっぱりワームをドライブクローラーに変えたいと思います。いつもね、グリパン使ってるんですけど、透明度がちょっと高いんで、こういったネオンワカサギっていうちょっとねクリアカラー、クリアレイクとかでね有効そうな、そういったカラーに変えました。でシンカーをですね、最初多分 1.8 か 2g ぐらいのシンカーだったんですけど、今回はね 1g に、チェンジしました。ギルバイト。やっぱりドライブクローラーとかね、ストレート系ワームは本当このギルバイトもね圧倒的に多いんで、生命感をね感じれますよね。もうギルのバイトすらないっていうのはね、なかなかしんどいもので、やっぱり雨のせいか相当クリアアップしたような気がしますね。それが吉と出るのか凶と出るのかはわからないですけど、いや小鳥が可愛いですね。さあ、ひたすらまあテクトロで、まあ向こうの端までやってみて、帰りはまあジョイクロもしくはスモラバスかね。もしかしたらね、このクリアアップしてくれたおかげでジョイクロへの反応は良くなったりとかしてくれないかなと思うんですけど、まあそう甘かないでしょうね。さ、今ね、なんか引っかかり始めましたね。何かが沈んでいるということで、お、ギルか。いやー、だから今のバスかもしれないな。ちょっとつまんだだけかもしれないですね。ギルはね、本当ショートバイトないんじゃないかなってぐらい。今のはギルだね。コンコンっていう、まあ、小バスかもしれないけど、でバスのバイトはね、こう面白くて、本当グーッと重たくなるようなバイトが多いんで、結構値上がりと間違えるそこが非常にしんどいですね。
スっぽくない？これバスっぽくない？これね、引きがバスっぽい。違うか、ギルかな、引きがバス。お、バスや。オーケー、やっぱバスやった。ちっちゃいけどね、30ないけど、やっぱりバスですね。グッドコンディションですね。25ぐらいですけど、グッドコンディションでね、釣れてるバスがね、なんかね、尾びれがね、ちょっと痛々しいんですよね。だからもしかしたらね、なんかちょっとやっぱり流れがきつくて、こうすごい必死に泳ぎ回ったのかもしれないですね。ありがとうございます。ドライブクローラーネオンワカサギ、イエーイ。さあ引き続きね、護岸でございます。ひたすら護岸打ちで、やっぱりドライブクローラーかなーって感じですね。圧倒的、なんだろう、張力というか、もうギルとかね、やっぱりこうバスが釣れる魚、バスが釣れる時にこう一緒に釣れるゲド、特にブルーギルなんかそうですけど、ブルーギルなんかもね、バスを釣る上ですごくこうヒントになる魚なんで、すごく重要でございます。ここら辺のね、船回りは後でスモラ場でやりたいと思います。やはりね、ここは、ここのストレッチは私をいつも助けてくれますね。うん、夕方でやっぱりシェイクは結構ゆっくりっすね。こうズル引きで引っ掛けて外すとか、そういうのよりもなんか、さあボトムがね、引っ掛かりだしましたね。さあね、ボトムにね、引っ掛かることをスタックって言うんですけど、ね、値上がりしそうなことをね、スタック、このね、スタックしそうなところっていうのはね、やっぱりこう魚がね、こう身を隠しやすいところなんで、魚がね、身を隠して、そこでこう餌を待ち伏せたりとかしてるね、場所なんで、特にね、念入りに探った方がいいことが多いポイントですね。さあそこにもね、杭があって、でまたね、昨今のバス釣りね、見える杭って釣れないんですよ ね、有名な話ですけど、なかなか見える杭って釣れないです。もう多分もう狙われすぎちゃってて、もう魚がもうその杭に近づくのをもう嫌がるわではいかないけど、怖いんじゃないかなみたいな。でむしろ杭にね、ルアーがあるっていうこと自体がすごく不自然なことなんで、それで嫌なのかなみたいな ね、この辺の船回りとかもすごくいそうだけど、ここも引っかかるんですけど、引っ掛けすぎないで、しっかりね、しっかり丁寧に外してから、また丁寧にシェイクシェイクシェイク。さあギルがね、結構バイトしてきてまして、ですのでね、バスのバイトもそのうちありそうだなって感じですよね。バスでした。ありがとうございます。いや30ないっすけどね。いややっぱりね、ヒレがね、こう赤いんですよね。やっぱりこの相当荒れたことによって、魚がね、やっぱり泳ぎ回らないとね、流されちゃうような状況だったんじゃないかなと思いますね。大変だな、魚もね。ありがとうございます。さあやっぱりね、ドライブクローラー 3.5 インチネオンワカサギテクちゃんですね。やっぱり釣れるよね。またこの夕方っていうのはいいと思うんですよ。まあ、ゴリゴリつつもハードボトムではなくて、なんかこう杭みたいなね、謎のストラクチャーなんだと思います。スーパーブルギルですね。ゴンゴンゴンっていう、ブルシュータ160とかブルシュータ190とか、そのレベルのギルです。あら
あ、バスやバスやったバスでした。全然わかんなかった。元気な小バスちゃんでしたね。はい、すごいちっちゃい。どんどんサイズダウンしてるけど小バスです。ありがとうございます。さあ、その先がねもう行き止まりなんですけど、そこまでしっかり念入りにやっていきたいと思います。いやにしても全然わかんなかったな。バイトがプププってきたんで、あれバスかなみたいな。だけどあまりにもこうプププだったんでギルかなと思って、ただねバイトがなくなったんで、やっとラインが走ってるわみたいな感じで。またつぶた小バスがたくさんだ。よいしょ、小バスですね。どんどんサイズダウン、超可愛いけど、でやっぱりねこの子もなんかヒレがね赤くなってんですよね。だから相当ね泳がなくちゃいけないことがあったのかなみたいな。はい、でもねコンディションのいいボテボテのバスちゃんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。なんとですね小バスながら4本釣れました。いやね、今の霞において小バスですらねここまで釣れるって、しかもメジャー流河川においてね、なかなかないんで。いやそれでもね尾びれがねあんなねあの真っ赤になってたんで、もしかしたらこうテトラの中でずっとね耐えてたのか、激しい流れの中を、それともね利根川とか日立利根川ね霞ヶ浦そういったところからねもう流れがすごいからね必死になって泳いできて避難してきた魚なのか、ここの流入河川自体はそんな流れてるってことがねあんま感じない流入なので、だけど分かんないよね。水中の中っていうのは意外とすごい流れがね生じてるのかもしれないですし、常にね流れてるような状態だと思うんでね水って、そういった中でねこうどこで落ち着けるかっていうのがね重要だと思うんですけど、ここまでねずっと延々と護岸されちゃってたらね、ベジテーションカバーとかねたくさんあればねそういった中に避難できるとは思うんですけど、ちょっとねここまで護岸されちゃっててね、もうテトラぐらいしか入ってないってなると、そこでね何度かしのぐっつってもねなかなかちょっと難しいのかなっていうのを感じたりします。はい、ではですね最後までご視聴ありがとうございました。ボボテッペイことボボちゃんでした。もしですね僕のことを応援してもいいよって方はね、まだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。